はいみなさん、IGN Japan ダニエルとクラベです。えー、今日はですね、Ratchet&Crank Rift Apart、PlayStation5 独占タイトルの、えー、初ゲームプレイ映像が、えー、Gamescom のオープニングナイトライブの中で発表されました。えー、まあ僕らはですね、直接プレイしているわけはないんですが、えー、そちらの映像を見て、そして開発者インタビューも聞いた上で、まあいろいろ新しい情報が手に入ったので、えー、皆さんに伝えたいと思っています、えー。クラベさん。はい 感想についてまずじゃあお願いします。そうですねまず最初に言っ,か言っておかなきゃいけないのは僕がそのこのシリーズに詳しいわけではないということなんですけど、うん、あのそのこのシリーズの素人が見たらまずすごいなと思うのがやっぱり今までその次世代機のタイトルで見た中で一番やっぱり次,次世代感はありますね。もう本当にゲームが始まるとすぐにわかるのは、はい、えっと同時にその画面で動いているキャラクターの数だとか。 その、うん、敵を倒したときとか、あるいはその箱を壊したときにあの無数に飛ぶパーティクルの数であるとか、あのやっぱりこうこれは次世代機のゲームなんだなっていうのがすごいわかるのが、うん、ダッチスタンドクランクなのかなって気はしますね、改めて。そうですねさらにですねあの今回のゲームのまあ、なんていうんですかね、まあ、中,中央のメカニックとしてシステムとしては、リフトリフト。<laughs> テザー、リフトテザーというメカニックがあるんですけど <laughs>、まあ、ポータルみたいなものがあるんです、世界の中で,でそれを使ってあの、まあ、入れば、まあ、同じステージの違うところまたは別完全別の,あのワ,ールドワープされるのが、はいえー、しかも、ロードほぼほぼ,ほぼ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 なし。<laughs> あのね、今回の映像を見たら、まあ、1秒ぐらいの途中の画面があったんですけど、基本的にあの一瞬で新しい、完全に新しい、えー、舞台になっているのは、まあ、これは多分今回、p a y s t a t i o 5の SSD の速度がなければ無理な、うん、システムっです、ね。まあ間違いなくそうですね、もう,もうロードよりもまあ演出ですね、あの1秒は。本当にシンビレスな感じはするので。そうそうそう そこは素直にすごいなと思いますし、はい、あとは、ね、その先ほどダニエルさんが言ったギミックでその近いところでそれこそなんかゼルダのグラップリングフックみたいな要領でこう違うところに飛んでいけるのもすごくやっぱそのゲームプレイに落とし込んでいる感じがするのでそのただの,そのテックデモじゃなくてちゃんとこうゲームとしてその新しいプレイステーション5で可能になったことを活用しようとしていることがすごく分かりますよね。はい、うん、そうです かなりあの基本的に、まあ、TPS としてすごいハイスピールなシューターアクションゲームなんですけどさっきクラビさんも言ってたんですけどその画面に出てくるこうキャラクターの数とか NPC のキャラクターとか、はい、えっ、ー、何が起きてんのみたいなあのキャラクターがこうみんな、ね、こうちょっとやばいことになってるんだっていうみたいな反応してるキャラクターともちろん敵の数たくさんの,あの犬っぽいロボットが一気に来るシーンがあったり。うん そして、敵を倒すときにですね、まあ、このラチ t c ト e t a n のシリーズだと、まあ、いろんな武器が、えー、それぞれの、えー、個性の強い武器がいつもあの用意されてるんですけど、まあ、今回、空の武器を使うと、そのまあ、ビジュアル表現が完全に違くて、特にあのシャッターボンムっていうあの武器今回使われてるんですけど、あのまあ、その文字通りのシャッターボンムあの、いわゆる爆弾を投げて、まあ、グレードみたいなものを投げて、あの相手が、 シャッターっていうかすごいたくさんのちっちゃい細かいピースになっちゃうちっていく感じですよねそ <laughs> そうそう、はい、あのかなりなんか画面がまあ、間違いなく忙しいんですよねビジなんですけどす、ねはい、あのそのアクション感というかあのもうかなりこうワクワクするような場面がもうすごく多くてフレームレートも落ちないようだしそのキャラクターの動きがただこうキャラクターが多いだけじゃなくて結構動きが細かくて 滑 t タンドクランクっていう世界観はすごくやっぱりそのね、あのね、ーまあアニメっというかそのリアル路線ではないので、うん、だけどこれがもしもそのリアル路線でやったらこうすごくもう本当に現実世界と見まごうレベルでいろいろと細かいこうジェスチャーとかがあるので、うん、なんかそのこうちょっと可愛らしいビジュアルのゲームだから。 ちょっと分からないかもしれないですけど、これものすごくやっぱ動きもリアルだなと思いますね。あとはダニエルさんが先ほどちょっと武器の話をしてたんですけど、その、はい、その後のインタビューの中でやっぱその武器の,そのコントローラー、新しいコントローラー、デュアルセンスとの,あの整合性みたいな話もあって、やっぱりあのその持ってるだけで違う武器だと、ハプティックフィードバックのおかげで分かるし、あとはあのトリガーのおかげで、はい、 あの例えばそのボムを使った時にあの途中で抵抗があってその抵抗があるところで離すと一発そこからさらに押し込むと二発を連続で投げたりとか<あ><の>違いますあその一発二発はショットガンでしたショットガンかあごめんなさいショットガンショットガンって二発まであの、ね、発,発生できるんですけど、えー、とそう半分までに押すとまあ、発一発 その半分までに押したところにあのちょっとこうなんていうんですかねちょっとこう抵抗を感じるから <laughs> あじゃあこれで一発いっちゃったなとあのそういったフィードバックがあってそこからもっともっと強くあの押しちゃえばあのの2発目が結構、ね、まあそれは分かりやすいあのシステムじゃないですかあの結構まだねジュールセンスあのまだ我々座ってないんですけどあの 伝わりにくいんじゃないですか。まあ、とにかくあの振動がよくてとか、それだけ言われたらどうかわからないんですけど、やっぱその実際にゲームプレイに関わる、直接関わるような様子があるなら、なるほどと思って、そ,うそしてあのその開発の方がインタビューの部分でおっしゃってたんですけど、今回も完全にロードがないというあのことが今回、明らかになりまして、それはまあ、 ゲーム全体的にロード画面がないぞという意味でとってもいいのかなと思うんですけどそれはかなりまあ次世代で言うとあの可能になるようなことだと思うんですけどどうですかまあ基本的にやっぱプレステ5はなんか基本そのロードはもうないみたいなことは言ってたのでそんなに驚きではないですけどやっぱその全体としてロードがないというよりもそのロードがないのに ものすごいやっぱ労働が必要そうなことをやってるっていうそのギャップがやっぱすごいなと思いますね <laughs> はい、はい、特にそのまあディメンションジャンプみたいなあのリフトテザーのあのシステムを使うとあのまず自分がそのポータルの中に入るんじゃなくてそのポータルを自分のところに引っ張るっていうのすごいなんかあの印象があの強いと思うしあの今回ですねあのゲームプレイ映像の中でまあ 同じ例えば同じステージ同じ舞台の中であの左側右側に両方にそういったポータルがあって、えっと、右側のやつ入れば左側のやつから出るから、まあ、パックマンみたいにあの画面の右側から出ていくといのそれはまあ戦略としてそのタクティカル、えー、の使い方があるようには見えるけどあとはまあ完全にあの違うとこを飛ばすための、えー、ポータルもあって。 えー、今回連続で複数のポータルに入って入って入ってあのいろんな場面ちょこっとだけ見せてくれるようなとこあったんですけどまあすごい SF 的な未来的な街からなんか竜がある竜の背中に乗ってえ急にあの空に飛んでるような場面そこからその馴染み竜を持ってまた SF 的なところに入って普通に潤体の, <laughs> の中であの車の,あのなんていう 空中車の巡滞の中で自分が、えー、とドラゴンまだ乗ってるとかでそこから、えーとまあ、改造シップに乗ってあの急にいろんな改造と戦わなきゃいけないとかあのそれぞれのなんていうんですかねもう完全に違うあの世界観を本当にその数秒だけのためその数分だけのためにいろいろ作ってくれてるような感じであのすごくなん,かなんていうんですかねクリエイティビティとか。 ああのたたっぷりいてるようにも見えましたましちょっとそこあのすごいんですけど唯一気になるのはやっぱすごく感じるのはあのこの「ラテ・タン・ド・クランクインフト・アパート」というゲームはすごくやっぱプレイステーション5のえー、っと新しい性能で何ができるのかっていうことを常に意識してデザインしてる気がするので。うんうん、あのなんかその すごいで終わらなければいいなってことですよね。なんか、そのただこれができるようになったから、じゃあそれが面白いのかどうかっていうことの方が重要だから、うん、あのそこが、まあもちろんその可能性は高いですけど、そこがどうなるのかは多分プレイしてみないと分からないだろうなって感じはしますね。そうですね。まあでも最近のラ最近で言うと PS4 版のラッチッアンド・クランクでもあのかなり え、まあ、評価は高くて。そうですね。<の>間違いないです。満足するファンが多いと思うので、大きく心配はね。うん、心配。でも、やっぱり、その新しい性能を意識して作ると。うん、えっと、やっぱ、その、まあ、迷いやすいっていうのは間違いないと思いますね。やっぱ、その。何が面白いのかというより、何ができるのかということを考え始めるとね。でも、それが。えっと、どう転ぶかは、やっぱ、プレイするまではわからないっていうことですね。 それが一つまあ面白く感じたのはそのまあポータルに入ってただ違う世界に行くっていうことだけではなく場合によってすごいピンチ状態の、えーまあ、ピンチの状態で新しい世界に入るとか例えばあのなんていうこう壁の上からこうスライドしなきゃいけないあの特に急に入っちゃうとかあのだから、まあ、自分の何の、まあ、て言うんですかね あのリアクションというか、結構、なんていうんですか、まあ、ちゃんと集中してやらないと <laughs> やられちゃう可能性もあるから、その辺結構楽しいんじゃないですか、こうまあ、チャレンジとして。とゲームに落とし込んでいるように見えるってことですよね。はいまあ、それは僕もそう思いますので、基本的には、うん、あのすごく期待したいなという感じですね。はい。だ、はいたい、えー、こういうとこかな。はい、今回ですね、あのまあ、新しくはあの明らかになったのは、 ええと、まず、ローンチは PS5 のローンチウィンドウたちに発売時期ってことですね。そうですね。うん、なので、発売日じゃないかもしれないんですけど、うんえー、PS5 が出てすぐに遊べるように、えー、なるということと、はいえー、これも新しいネタなのかな ?2013 年の Ratchet&Prank、Into the Nexus の続編であること。だから、Into the Nexus のキャラクターとか、 あの要素があちこちあのいろんなそのポータルの中であの入り込んでいるというのことが、まあ、ファンが喜ぶんだろうと,と、はいうこととあと最後にですね前、まあまあ、発表されたんですけど女性主人公キャラが、えー、今回もあのちょこっとだけ映像の最後の方にあの出るんですけど。 まだね、あのまあ同じロンバックスの種類の,あのクリーチャーその属性だと分かるんですけどまだ、えー、名前とかはっきりしてくれなく <laughs> 開発者に結構頑張ってインタビューアーの方ジェフ・キーリーがあの頑張って教えてくれ名前に何文字があるんですかとかいろいろ聞いたんですけどなかなか教えてくれなかったけどまあえっ、ー、とその辺はまだまだこれからの楽しみで終わりました。はい はい。ということで、ラッチとアンドクランクリフト f パートの感想をここまでにしたいと思います。はい。えっと、皆さん、視聴ありがとうございます。ゲーム e s からいろいろま反応したいあのコンテンツもありますし、えー、IGN Japan の方で,ですね、あの、えー、複数のゲームの声えー、こうったリアクション動画、または、えー、RTN の生配信のニュース番組をいろいろお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、チェックしてください。はい。ということで ありがとうございまーす。ありがとうございました。失礼し,しまーす。